伊豆の島々つつうらうらにおかれましても、おんなじみ深きところの戊辰の函館戦争にまつわる宮古港海戦、軍艦回転、鋼鉄一騎打ちにまつわるお噂。そもそも戊辰戦争と申しますのは、どこの陣営でも不満をたぎらせた方しかおりませんでした。旧幕臣および大上津列藩同盟は、徳川家が政治の中枢から退けられたことを不満に思い、薩摩長州をはじめとする新政府軍は、260年の恨みを晴らすのはこの時ぞと互いを相はむようにして戦果を拡大させていきました。旧幕府軍は蝦夷地の函館五稜郭を占拠いたしまして、ここに蝦夷共和国を樹立、明治新政府に対して徹底抗戦を示したのでございまするが、去る明治の元年11月、暴風雨で虎の子の軍艦海洋が沈没。残された軍艦は回転、万竜、そして秋田藩から分取った高尾丸の都合3隻しかない。これに対して新政府は最新鋭の装甲艦鋼鉄をはじめ4隻もの軍艦が揃っている。海上戦力が何とも心もとない。いかにして戦うか、函館政権の首脳陣は軍議に諮る。率直に言って、現在の五稜郭の状況は風前の楽しみ、まな板の上の鯉、崖の上のポニョである。内官とか手を打たなければ、到底新政府軍を打倒することはできぬ。この五稜郭がいかに難攻不落とはいえ、走って逃げることができるわけでもなし、こちらを上回る戦力でかかってこられれば鶴瓶打ちの的でしかない。いかにしてこの状況を打破するか、皆に意見を募りたい。戦力が足りないのというのであれば、足すしかないでございましょう。こう求人サイトに登録するとか、ちょっと探しわたわたわたたじゃない、だいたいこの状況で、求人に応じてくるものがおるか。そうは言われましても、ないものはないのですから、軍艦でも作るか、あるいはどこかからか持ってくるかしかありません。そうか、それだ。え、作るんですか？そうじゃない、どこからからか持ってくるんだ。持ってくる？いや、榎本総裁、未信用するんじゃないんですよ。軍艦を持ってこようと思ったら、フランスかプロイセンにでも行かないと手に入りません。何もそこまで遠くへ行かなくとも軍艦ならある。むしろ向こうからこちらに向かってくる。向かってくる？新政府の軍艦以外に一体何が？それだよ、新政府の軍艦鋼鉄を奪い取る。え、奪い取る？いや、榎本総裁、あなた正気ですか？至って正気だ。そもそも戦というのは、始めるのはたやすいが、終わらせるのは難しい。我が国でも封建時代、負けた方は一族郎党まで首を切られるのが常であった。そこまでしなければ、その後の戦争の芽を摘むことはできなかったからだ。しかし時代は変わった。万国公報によれば、当代の戦、戦争というのは、いかにして有利な条件で交渉の卓に着くかが鍵となる。そのためには相手の戦力を削り、こちらの戦力を増やし、これ以上戦っても益はないと互いに合意することが肝要なのだ。そのためには鋼鉄のダッシュが最も望ましい。それは理屈ですが、そもそもどうやって鋼鉄を奪うというのですか？この時すっと手を挙げましたのが、瞳の青い西洋人、フランス軍事顧問団のブリューネでございました。元はナポレオン3世の派遣した東部艦隊所属でございましたが、
この時は脱走して榎本艦隊に従っておりました。軍艦を手に入れるというのであればアボルタージュ作戦が良いでしょう。敵の軍艦に接舷し乗り移り乗っ取るのです。接舷して乗り移る？いや牛若丸でもあるまいし、そんな壇の浦の八艘飛びのような真似ができるか。ウィッ、フランス軍はこのアボルタージュ作戦でイギリスの軍艦を奪った実績があります。フランス人は牛若丸であったか。いや、そはいえ敵の鋼鉄とはいえ黙って見ているわけではあるまい。逃げるかもしれないし、いかにして近くまで行くというのか。今この日本の近くにはイギリスやアメリカ、オランダなど他国の軍船が来ているが、いずれも局外中立を貫いて様子を見ている。これらいずれかの国の旗を掲げ鋼鉄に近寄り、直前に旗を入れ替えて速やかにアボルタージュ作戦に移る。直前に旗を変える、それでは騙し討ちではないですか。案ずることはない。奇襲は万国公法で認められている。戦後の交渉で不利になることはない。万竜と高尾の二冠を持って鋼鉄に接舷しアボルタージュ作戦を仕掛ける。榎本総裁、なぜ回転はその作戦に参加できんのですか。私はどんな荒波であろうと鋼鉄への接舷を成功させてみせます。光学、何も君の回転をつまはじきにしたいわけではない。だが君の回転では大きすぎる。アボルタージュ作戦を仕掛けるには甲板の高さが等しくなければ仕掛けるのは難しい。鋼鉄の甲板まで回転の甲板から移るとなると3メートルは高さを飛ばなければならない。それではやはり牛若丸が100人は必要であろう。この際回転は葬式にやばんじ万竜と高尾にアボルタージュ作戦を仕掛けさせてもらいたい。なるほど、それならばと話が決まる。函館政権の機関回転、万竜、高尾の三冠はいざ鋼鉄文土楼と南を目指す。この時甲賀言語が艦長を務める回転にフランス軍人のアンリド・ニコールというのが乗っておりました。もともとアボルタージュ作戦はこのニコールが提案したという話もございます。ニコール殿、ニコール殿はなぜ縁もゆかりもないこの日の下で我々のために戦ってくださるのですか。ウィッ、ナポレオン三世は抜け目のない方です。現在各国は局外中立を貫いておりますが、新政府とあなたたちの蝦夷共和国、どちらが勝利するか様子を見守っているのです。ですが新政府はともかく、あなた方蝦夷共和国は外交ルートをほとんど持っておりません。ですからあなた方が勝利した時のために私たちをナポレオン三世は派遣したのです。なんと、それは誠ですか。嘘です。私たちただの脱走兵です。ムッシュ土方と同じ、戦えればそれでいいのです。まあ成り行きです、成り行き。例えばこの回転丸、もともとはプロシアの軍船ダンシッヒ号でした。それがイギリスに渡ってイーグル号となり、アメリカを通じて長崎に渡って回転丸となりました。しかし名前や装備は変わっても本質は同じ軍艦です。きっと私たちも同じ、どこの国に行ってどこの下に着こうともソルダ、軍人であることに変わりはないのです。なんてこと言ったかどうかは存じませんが、回転、万竜、高尾の三冠が八戸のサメで情報を集め、さらになんかと、ここで突然の暴風雨に遭遇。
三冠は波も揺れる木の葉のように振り回されまして、ちりぢりバラバラとなってしまう。なんとか山田湾で回転と高尾の二冠は合流し、周囲に修理の間情報を集めておりますと、新政府の軍艦が宮古港に停泊するという確かな知らせ。万流とは未だにはぐれたまま、こちらの戦力は二冠しかない。しかしここを逃しては好機を失うと決断。回転はアメリカ国旗、高尾はロシア国旗を掲げまして、いざ鎌倉、敵は宮古港にあり。としかしこの時またも高尾の機関に不良が発生、作戦への参加は不可能となってしまい、とうとう回転はただ一貫となってしまいました。とこの時艦長甲賀言語、人はやるべき時にやるべき場所でやるべきことをなさねばならない。それは遠州掛川藩士といえど、フランス軍人といえど、いわんや軍船といえど同じことである。我たとえ一貫となるといえども、もって敵を破るに足れる。艦長のこの言葉に、回転の水兵204名および切り込み隊46名大いに奮い立ったと申します。時に明治2年3月25日新暦の5月6日のことでございます。ほのぼのと夜が明け始めました宮古港。寄せては返す波が浄土ヶ浜の白い岩肌を洗っております。宮古港では蒸気機関の火を落として停泊している新政府の軍艦と輸送艦が合わせて8艦、その中でも最も大きく異様を漂わせておりますのが装甲艦の鋼鉄。この鋼鉄に対し大胆不敵に近寄るアメリカ国旗を掲げた一機のパドルシップ。そのパドルシップの様子を鋼鉄のすぐ隣、薩摩藩の軍艦春日に乗り合わせていた砲術士官が見ておりまして、はてあの船は一体何であろうかと見ておりましたところ、そのパドルシップのアメリカ国旗がスルスルと下がっておきまして、代わりに登ってくるのが日照旗。はっと気づいて、敵襲敵襲、アポルタージアポルタージドッカーン。回転のへさきは誤たず、鋼鉄の脇腹ふっかく突っかけて、ちょうど T 字のごとくなり、かかれー。回転艦長甲賀言語、采配取って下地なせば、神技隊将棋隊の面々3メートルもの落差も何のその、さながら壇の裏の八艘飛びのごとくひらりひらりと飛び移る。上がる時の声は天にみなぎり、地に振動をきたし、東西に馳せ南北にかけ違い、上がるところの砂煙は一点なし地を巻いたかと怪しむばかり。敵と味方は万事どもへと入り乱れ、足軽小物の嫌いもなく、刃を割り狐を削るという激戦。奇襲は成功したかに見えましたが、東大の戦は野党のみてするにはあらず、撃てーダダ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 ダとけたたましい音。これぞアメリカの発明家ガトリング博士が開発いたしました当時最新鋭の機関銃、1分間に200発もの弾丸を発射するとあってはわずか数十人の切り込み隊、難情を持ってかたまりましょう。ダダ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 ダ
えい、機関を奪え、鋼鉄を函館に連れて行け。ダダ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 ン、艦長。回転艦長甲賀源吾、腕を打たれ胸を打たれ、なお采配取って指示を出しておりましたが、ついにこめかみを打ち抜かれ、がっくりと落命、享年31歳でございました。形勢不利を悟りました総指揮官、自ら舵を取って回転を離脱。近代まれなるアボルダージュ作戦はわずか四半時で終わりを迎えまして、北に駆け去る回転を浄土ヶ浜の松が静かに見送っておりました。これより後、軍艦回転は函館港の戦いでも奮戦、新政府から80発もの弾丸を受けながらついに戦い抜いて消失。その戦いぶりは函館わらべの語り草になったと申します。宮古港の戦いで鋼鉄のすぐ隣春日から回転の様子を見ておりました砲術士官こそ誰あろう、後に日本海の海戦でロシアのバルチック艦隊を打ち破った東郷平八郎、その人でございます。東郷は後に宮古港の海戦について、意外こそ基地改正の秘訣と語って後々まで忘れず、回転艦長甲賀源吾については60年後の今日に至るまで我の短所を置く当わざる勇士であると褒めてやまなかったと申します。義に死せる地は3年にして壁となる。義のために函館で戦い抜きました土方歳三、そして回転艦長甲賀源吾らは今でも函館の赫血碑で静かに眠り続けているのでございます。本日は宮古港の海戦から150年を記念いたしまして、特別にあつらえました新作講談、軍艦回転鋼鉄一騎打ちという一席、これをもって一巻の読み終わりといたします。